こんばんにゃこんばんにゃこんばんにゃ。よいしょ。携帯をふきふきします。疲れた。入ってきた。ちょうどそう。ご飯食べて焼肉食べてスタバ行って帰ってきたから、そう、疲れたん。今日はもう足がパンパンパンです。パンパカパンです。もうよいしょ。焼肉とスタバなんて最高だよね。結構今日は歩いた。そう、新公演のレッスンがあった。スタバはほうじ茶クラシックティーラテだよ。眉毛薄いかな。今日さ、振りして真似してだっけっていう曲の振りをしたの、ダンスしたんだけど、めっちゃ好きなダンスで、なんか大人っぽい感じ。あ、やってて得意だなって思う。得意っていうかやりやすいなって思いながら踊ってた。知ってる？みんな曲知ってるか。みんなのが詳しいよね。あとはキスバイエイトのなんだ役？配、ん？配役？配役と台本が今日届いて、あー、わかんない、誰が考えたんだろう、わかんない、横内さんの意見も絶対入ってる、入ってくださ、入ってるんだと思うんだけど、そう、あー、横内さんってこういうイメージ持ってるのかなってちょっと楽しみになったけど、なんだろう、ジョン・マイ・ラブってまあまあセリフ量多かったじゃないですか。けどなんだろう、なんかタン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 って掛け合いがそんななかったから、掛け合いがなかったから、結構キスバイエイト掛け合いが多いの。1個いったら1個いって、1個いったら1個いってみたいな、相手との掛け合いが多いから、それはなんかやったことがないからどうなんだろうって。なんかそう、ちゃんと会話をすればいいんだろうけど、セリフを覚える覚えるっていうなっちゃうと結構大変になっちゃうかなと思ってて、
練習に相手が必要、必要だねこれは。でも結構なんかユーナっぽいっていう役があったみたいで、メンバーとか楽しみだけど緊張しちゃうなって感じです。でもなんか人によって、あ、なんか合ってるなって、みんな合ってるなって思うし、あ、こういう組み合わせなんだとかもあるから楽しみですね。お楽しみにって感じです。でもね、本読みとかが本当に苦手だから、ちょっとね、まだ不安いっぱいですけど、メンバーの前でやるのがちょっとね緊張しちゃうから、私楽しみだけどね。しかも結構ね、なんか9公演くらいあるってあるから、毎日だし、もうすぐ稽古も始まるのでって感じですね。横内さんにも多分リサさんにもお会いできるので楽しみです。眉毛薄くない？今日なんかこんな薄かった？そう、頭皮PCRしないといけないから、今日はそう忘れないようにしないと。そんなに少ないっけ？多いよ絶対。9公演もあるよ。汗かいたからかな今クレちゃん、髪染めたんだ。クレちゃんちょうどラインしてたわ。でもこれ今日朝巻いたのに結構持ってない、髪の毛の巻き。めっちゃ足むくんでる今日。
日は二人公演のやつの振り起こしをします。ね、カラオケ明日やろうよ。カラオケ配信して歌練習して付き合ってよ付き合ってよってめっちゃ上から見せる。付き合ってほしい。カラオケ何公公演ある曲歌うからいい練習付き合って。やったん。もうそもそも瀬戸になんだっけってなってる。バナナとかなさそう。バナナ、逆上がり、君に会うたび恋する、でバラード、父の順番をバラードと君は僕だでしょ。でジタバタルートだっけ合ってる。どこを歌うかとか全然覚えてない。ジタバタルートでアンコールがポニッシュスカヒラだっけで終わり。合ってる。いや、わかんない。逆に何やってんの？今日の二人とか何やってたの？まだポニフトスカヒラなのって。まだって何？なんか変わったの？合ってる？よかった。ポニシはでも絶対下手じゃない？ポニシは下手にずっといるかも。スカヒラは上手にいるね。太ったから衣装着れるかな。めっちゃ白の匂いする。なんでだろう。ルームフレグランスかな。だから今日食べた焼肉がめっちゃ美味しくて、なんかインスタで見つけたんだけど、そうなんか一回行ったらもう今日は予約でいっぱいでみたいな、あーそうなんですね、また今度じゃあ来ますって言ったら、なんか1時間で1時間だけなら空いてますみたいな言われて、でも焼肉は私そんな滞在しないから、あじゃあ全然大丈夫ですって言って1時間の間に行ったんだけど、めちゃくちゃ美味しかった。うん、安くはない、普通かな。1155
ね、タンとユッケとハラミしか頼んでないんだけど、ね、タンがめちゃくちゃ美味しかった。牛角より高い、全然高い。タン1人前で1300円とかかな。普通に高いかこれで。そう、いやどうしようと思ったけど絶対ご飯いるの。私焼肉で絶対ご飯いる人で、ご飯は食べた、小ライス食べた。うん、普通に高い。でもネギタン塩だったから1300円、普通のタンだったら1100円、ネギで200円くらい取られてる。でもやっぱネギ、タンにネギいるよね。タンだけ食べたい。焼肉でご飯食べない人ってあんまり分かんない。私なんで食べないのってなっちゃう。絶対いるよご飯。そんな話してたらもうよだれ垂れてきちゃうよね。あーなるほどね、お酒飲む人はね。私あんまお酒飲みながら焼肉食べたことないから、まあ絶対美味しいんだろうな。ユッケも美味しかったな。卵スープ飲んだ。いやでもいっぱい食べる女の子って私的にはめちゃくちゃ可愛いって思うけど、小食の方がいいのかね。キムチも頼んだ。でも今日でも美味しそうに食べてくれる子がいいよね。それは自信ある。そうでも今日はいろんなご飯、その焼肉屋さんに行くときにいろんなご飯屋さんがあって、ああここってこんなご飯屋さんあるんだみたいな感じでなんかあったから、そういろいろ開拓したいなって思った。でも絶対演技で、でもなんか好きな人とさ、わかんないけど最初にご飯食べるときラーメンとかちょっと嫌じゃない？なんか友達とか中学校の時好きな人の前で給食とかあんま食べれないみたいな、ご飯食べる姿見せたくないみたいな子いたもん。てかなんかもう大人になって絶対フードコート一緒に行きたくないなって思った。なんか TikTok で出てきて、なんか恋人のこれしてたら引く姿ありますかみたいな、はい、なんかTikTok があって、なんかその女側がなんか彼氏がペッパーランチを持ってなんか座ってる
とこを探してる瞬間が結構なんか冷めますみたいな書いてあって、確かに自分のもし好きな人が私がこう座ってたとして、もうフードコート行かないけどね、座ったとしてペッパーランチを持ってこうやって自分のことを探してるとか、なんかちょっと冷めちゃいそう。わかんないけどっていう意見があって、で逆に男性側はなんか自転車を漕いでる姿がなんか冷めるみたいな書いてあって、自転車ダメなんだみたいな、でも結構多かった、自転車乗ってたらなんか冷めるみたいな書いてあって、なんかちょっと嫌だよね、恥ずかしくない？すごいわかるんだよな、なんでかわかる、わかんないけどわかる。いや大人になってからなんかその自転車漕ぐのがダメなんじゃない、若い子とかじゃなくて。私自転車もう乗れないと思う。にくみちゃん3周年だったら高校生とかでしょ、なら若いじゃん、逆上がりもできない。で大人になったらなんかガチで恋人が走ってる姿とかもダメって人もいるんだって。そうだから大人になったらちょっといろいろ変わってくるんだね、人っていうのは。いやペッパーランチの何がダメとかじゃなくて、いやペッパーランチじゃなくてもいいんだよ、例でペッパーランチを持っててなんか探してる姿がダメみたいな、ダメっていうかちょっと冷めちゃうねみたいな。ペッパーランチってまあなんかさ結構若い子が好きじゃん、それこそ学生がさ結構憧れて食べるものだったからじゃない。酔っ払ってる姿冷めちゃうの？お酒飲めないじゃん、じゃあ一緒に。知らないけど、でも私はもうフードコートはなんか大人になったっていうか、私は行きたいと思わないかもしれない。子供がいたらね、そりゃ学生だったらフードコート許されるけど、あと子供ができたらとかね、それこそもうなんか付き合って4年とかだったら全然なんかなんだろうか、4年とかだったらもう結婚してんのか、デートでフードコートはなしでしょう。もうてかそもそもフードコートあるとことか行かなくない、そんな。私はもう高校生までかな、フードコート。私が、なんだろう、恋愛のこと分かんないけど、大人になったらちゃんと、なんか普通にご飯屋さん行きたい。ファミレスはまあ、別に、ありだと思うけど。いやうん、フードコートなしかも。フードコートはなし。なんかフードコートなし、私はなしかも、なし派だね、なしかも。
ったら普通なんか個人でやってるイオンとかにさ、個人でやってるご飯屋さんとかがいい。いや友達とかだったけど、なんか付き合って、ね、恋人として付き合って1年とか何ヶ月とかでフードコートちょっとなんかやだな。お願いします。そもそもなんかデートでイオンとかそういうフードコートある場所には行かないかな。安いイメージが嫌とかじゃなくて、フードコートデートでフードコートってならない。いやわかんないけど、いやなんかわかんない、いやなんか分かってほしい、なんか分かってほしい、まあ、そもそもデートにフードコートってありなんですかっていう。いやありなのみんな逆に。いやデートだよ、だってやっぱ月に1回のデート。いやわかんない、わかんないか、月に1回とかじゃないか。あそう、2人の空間が欲しい。なんか食べてる時になんかその周りの高校生とか家族連れとかなんかわちゃわちゃ視界がなんか広がってるのがちょっと嫌かも。サービスエリアはまあなんとか、うん、まあ、うん、個室がいい、個室はいいね。うん、てか大人になって憧れるのはカウンターのご飯屋さんとかめちゃくちゃ憧れる。なんか周りの友達とかがそういうのしてるからかな、行ったことないから。いやめちゃくちゃ、それはもう20後半とかか。カウンター、まあ、お寿司でもいいけどカウンターのご飯ってめちゃくちゃなんか高級感あるなって感じする。銀座とかになりそう。フードコートに良くない思い出とかないけど、大人になってフードコートあんまり行きたくないかなって感じです。っていう、私はね人によると思うけど、いや銀座でお寿司とか食べてみたいもん。めっちゃお姉ちゃんから姪っ子の卒業式の写真が来るんだけど、あ入学式だったのか、中学の入学式だったんだって今日姪っ子が。制服買ったのかな、わかんない。すごいなんかみんな銀座の朝ありがとうございます。甥っ子も中学生です、もう中学生らしいよ。もうあのおばさん、ただおばさんになっていくよ。中学校一緒だね、姪っ子は一緒。もうだって中3の姪っ子がいるからね、次高校生になるって、やばすぎ。
入学祝い、いやなんか文房具買ってあげようと思ったんだけど、私もちょっと買いに行く時間がなくて、とりあえずスーパーで売ってたシナモンのあのノートを2冊買ってあげた。だけどそう、また今度帰った時にね、いろいろ買ってあげようかなって感じです。そう、文房具、ペンとかは絶対なくて困んないじゃん。えーって何、逆にえーって何の。おいっ子はちょっとあげられて、でもさ、自分のさ、おばさんがさ AKB ってどういう感じになるんだろうね。名字とか違うからあれだけど、バレないと思うけど、自分のおばさん AKB とか多分言わないと思う。でもそういう年になってきたんだなって。でもペンとかもさ、絶対私の中学校の時と時代が違うからさ。でもさ、いや自慢じゃなくない？だって別にそんな人気っていうか、テレビとかも出てないし、え誰誰ってなっちゃいそう。聞かない聞かない。アイズワンだったら、アイズワンだった、確かに。まあ舞台とか出てるけど、今日さセブンに今行ったんだけどさ、めっちゃ超美味しそうなアイスが3つもあって、3つ買っちゃった。雪見大福の塩キャラメルと、パルムのきな粉とムース、3つ前1個、1日1個ですよもちろん。私アイス食べたいってあんまならないから、食べたい時に食べるけど、3つ買っちゃった。絶対美味しい。でもアイスはご褒美、今日もいっぱい動いたから、今日は食べるか分かんないけど。でも健康的な食事を取ろうと思って、結構カップ麺とか食べてたから、ちゃんと自炊はしてるから、楽しみ。ちゃんとマッサージもストレッチもしてます。いや舞台映画までには、あと K の初日までには痩せたいかな。お嬉しい、 AKB 最近聞いたね、この前見てファンになりました、だってやったー、ありがとう、ありがとうございます。ねえ朝一ランニングとかしてみたいかも、してみたいかも。
しないんだけど、どうやったら足って痩せるんだろうね。永遠に疑問。何しようとしたんだっけ今。テレビ出てるけど。でも本当にコロナが始まった頃、私散歩してたの覚えてる？ちょっと今日散歩行ってきましたみたいな日あったの覚えてる？ウケる今思えば。今日配信のエイトメン、ピョンもセリちゃんも七瀬もみんな様子がおかしかったけど、なんかあった？何の様子？交わりの時はもう、いやストレスですね、痩せてたの。ご飯食べても入ってたから、そう痩せてた。なんかほぼ体に食べ物入ってない状態だった、マジ無理の時は。マジてかでも演技したくなかったのよ。え、これはガチで食べてはいたんだけど、本番始まってからなんとかかな、稽古の時かな。結構自分できないなと思って泣いてたし、いっぱい。でもめちゃくちゃ細いのよ。真面目の時マジでカリッカリよ。今より6キロくらい痩せてる。いやーそんくらいまで戻したいね。まあでも結構動いてたからね、毎日お仕事してたから。今ちょいちょい休みとかあるから。痩せてる方がキラキラしてる。本当だよね、痩せる。でも今日ちょっとお買い物ってかお洋服見に行ったので、エピヌを見たんです。エピヌって私の好きなブランドがあるんだけど、でなんかここにハートのワッペンがついてる T シャツが売ってて、それをマネキンが着てたの。すごいめっちゃ可愛くて、で夏って私痩せようって思うの。今って服とか着ててロングスカートとか履くなったからマジで見えないからあんま気にしないけど、夏って私絶対露出したくて、短パンとかショートパン、パンのショートパンツ、ミニスカートとか着たいから、いやこれ着るために痩せようって思った。ってか動こうと思った。めっちゃ可愛かったの本当に。 T シャツ買おうと思って、これ頑張る。お菓子箱じゃない、 PCR よ。なんか違うんだね。
PCR どうやんの？え、自分の唾液を容器に入れて、なんかの液体を入れて、前なんか袋に包んで箱に出して、ポストに箱に入れてポストに入れる。うん、容器になりたい実だった。ちょっと引いちゃった。ちょっと引いちゃった。いいんです、いいんです、そういうね変態チックな感じもいいと思う、いいと思う。じゃあ明日は南越公園のカラオケ配信しようかな。お、ノートありがとうね。レイが嬉しがってた、めいっ子が嬉しがってたってノート、よかった。夜、うん、そんな夜じゃないかも、6時とか7時とかにしようかな。ね、お話し会も楽しみだね。何しようかなって考えてます今。じゃあ今日はそろそろ終わろうかなと思います。また明日。しますね。ランキング読みます。13位サダビさん、12位タクヤとマークナトリドンさん、11位ゴーンさん、10位服部ゆな牧場牧場長さん、9位アギさん、8位ジュースさん、7位 TK トンカラットマークタイのナトリドンさん、6位ダイヤくんゆうなのおかげで元気100倍さん、5位 MM ルールザットマーク岐阜の夜と人生に乾杯さん、4位 YK アットマーク今日も安定超かわいい自分なんだこれ、なりよしなんこれなんこれ読めない食べましたさん、3位イナジーアットマーク21歳のユーナを彩りたいさん、2位ゆうきさん、1位みほちゃんです。ありがとうございました。ジンギスカンって読むのこれ初めて見た。こちらこそありがとうございました。ということでまた明日ですかね。明日お会いしましょう。おやすみなさい。